どうも、四千頭身の石橋です。西山クリニックプレゼンツウェルラジオ第17回目でございます。お願いします。羽織っている、今羽織っていた。ちょっとね、まあ放送を聞いてる方はちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあ、公開生収録でねやってるんですけども、外の音がどうもうまくいかないということで、15分押しで始まっていますこれがちょっと特殊な収録回でね、来週、5月24日に流れるのが流れて、今撮ってる先にね。で、明日の、5月17日に流れるのがこの後撮るんですけども、だから1週間後の話ができるわけですよ、言ったら。で、まあ、昨日ぐらいに情報解禁あったのが、突破ファイルね、私、久しぶりに、再現 VTR の方、パチ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 。びっくりすると思う。その外歩いてる人が何にこの人たち拍手急にし始めてそう、トップファイル呼んでいただきまして、久しぶり、去年のね夏ぶりかな、多分富士山登った後ぐらいに呼んでいただいたんで、久しぶりに行かせてもらったんですけど、楽しくてね。そのまあ役はもうめちゃくちゃモブキャラなんですけど、凛太郎さんと花子の菊田さんと僕の3人が新たなユニットじゃないですけど、もう、モブ3として扱われたんですよ。もう、モブ3です。もう、再現 VTR におけるモブ3。日本でこの3人に勝るモブたちはいないんじゃないかということで、クソモブ。超モブキャラを演じてきたんです。まあ、言ったら、まあ、兼近さんとか、花子の岡部さんとかはもうメインです。言ったら、巡査役でいて、まあ、女優さんいて、で、まあ、犯人の方がいてという、ここでも俳優陣です。言ったら、に隠れて、被害を受けるモブたちね。我々3人。で、言うセリフも全部モブ。いや、僕たちはそんなことしてないですよ、とか。そんな感じ。もう、クソ情けない男たちね。頼りない男たちを、ちょっと3人でね、演じさせてもらったんですけど、これがね、結構楽しくて、っていうのも、まあ、もちろん気の知れた芸人たちと一緒にやれたってもあるんですけど、朝早いんですよ、まず。突破ファイルって。朝早くから結構夜まであるんですけど、まあ、言ってもドラマなんで、空き時間が結構あるのよ。で、たまたま我々芸人勢が一人も借り出されない時間があって、それが2時間弱あったから、あ、じゃあちょっとそのロケ地、まあちょっと田舎の方だったんだけど、ちょっと近くのコンビニ行って、その日暑かったからアイスでも食べましょうよみたいな話になって、で僕が菊田さん誘ったら、あ、じゃあ行こうで、菊田さんが岡部さん誘って、で近くに凛太郎さんもいたから、じゃあ一緒に行きますみたいな感じで4人で行って、でその街が本当に田舎で、もう本当に何にもない街なんだけど、言ったら駅、最寄りの駅も無人駅で、本当に2024年かっていう街並みなのよ。その無人駅のそばに駐輪場があるんだけど、そこに止まってるチャリンコも全部ママチャリ、カゴのついた、その一つもクロスバイクとか、そう今で言うとループみたいなの一個もない、電動自転車一個もない、全部ママチャリで、全部手袋ついてるおばちゃんがこう突っ込む用の手袋ついてるとか、定食屋さんがあるんだけど、その定食屋さんの何々定食って書いてある文字のなんていうの、あれ文字体が全部なんかそのホラー映画の被写体で、で赤でなんかドロドロになったサバ定食800円って書いてある、怖みたいなとこで、で一個あったのが、レンタルビデオ屋さんがあった。この時代に言ったら、今なんかもう全部サブスクでゲットできるから、あんまりないじゃん、レンタルビデオ屋さん。ツタヤとかもうレンタルやってないし、っていうとこでレンタルビデオさんがあって、大きい看板が、街唯一のレンタルビデオ屋さんで、多分老舗なんだよね。その、看板が全部日焼けして、もう真っピンクなの。全部ピンク。で、お店の屋根もピンクになっちゃったよ。これはもう塗ったピンクじゃない。もう完全に日焼けしたピンク。で、壁もピンク。その、内臓の中に入っていくかのようなピンク色してる。で、全部ピンクで、ちょっと中見たら、全部 VHS。で置いたの。でその VHS も日焼けして全部ピンクになって
で、ね、すげえなと思ったのが、その VHS がまだ純新作だったいやいや、旧作だろ、お前らなんかの。DVD でまだ純新作がギリわかる。VHS がまだ純新作で置いてある。そんな街で、こう、トップファイル見て、やってきて。で、まあ、アイスもね、こう、田舎のコンビニって言っても、まあ、普通にファミリーマートだったけど、その、店員さんもちょっと田舎っぽくて、その、わっみたいな、その、芸能人見れるの、すごく嬉しいです、みたいな感じで言ってくれて。で、やっぱ田舎だなと思ったのが、もう走ってる車からも、ウィーンってドア開けて、応援しますどんどん去ってる。ああ、すごいバレて嬉しいな、なんていう、ロケ地でやった。まあ、その街並みはね、そんな使われない。多分、その、銀行かな、あれは銀行とかそういう設定だったんで、室内しか使われてないと思うんですけど、ぜひともちょっと見ていただきたい。我々、モブ3がちょっと活躍してますので、活躍って言っても、まあ、いいように活躍してるというか、我々は何も捕まえないけど、ちょっと、情けない男3人組っていうので、モブ3としてね、今後売り出していただきたい。なんか、スタッフさんもその気にはなってる。これ、モブ3いいのみたいな。でもね、スタッフさんのそのいいなってのはちょっと怪しいよな。やっぱりな。このまま言ってくれたらいいんだけど、やっぱりね、その、スタッフさんは俺らを乗せるのがうまいだろ俺らやっぱ嬉しいんだよ、って。モブ3ってその、一くくりにされるのは。嬉しいから、俺らもずっと言ってんだけど、スタッフさんなんかちょっともういじってた。もういじってた。いや早かったね、いじるのが。いやいや、モブ3ってみたいな感じになってたから。まあでもちょっとね、今後、それ、モブといえばこの3人みたいな感じで、重宝していただければな、という感じですかね。はい、ということで、いきたいと思います。日産クリニックプレゼンツ、ウェルラジオ。改めまして、四千頭身の石橋です。西丹クリニックプレゼンツウェルラジオ。この番組は西丹クリニックの提供でお送りしています。番組の感想などは、ハッシュタグ、チャリバシラジオ、ハッシュタグ、渡辺お笑いをつけてポストしてください。このウェルラジオは、渡辺エンターテインメントの事務所ライブ、ウェル、そしてウェルネクストに出演している渡辺芸人をより多くの人に知ってもらいたいということで、毎回一組の芸人が登場します。今回のゲストは、四千頭身の後藤匠さんとリンダカラーインフィニティのデンさんです。はい。渡辺のお笑いの X での告知によると、なんか特別ゲストも来るということで、皆さんお付き合いください。非常にややこしいですねふわふわした時間になると思いますけど、ちょっとね、まあ皆さんもう分かりますね。後藤くんは もちろん僕の相方でございまして、四千頭身の真ん中を担当してるセンターですから。で、リンダからインフィニティのデンはリンダからインフィニティのセンターと。センターの2人が来るんですから、それはもう大盛り上がりですよ。これはもう安心して、僕がもう身を委ねる覚悟でやってます。それはもう今日は喋んなくていいんじゃないかと思ってる。俺はもう勝手に仲のいい2人がこうわちゃわちゃやって、でこう盛り上がって、それを見に来てるお客、今日だって観覧のお客さんが過去最多らしいです。ウェルラジオすごい。だってもう後ろまでいますから、彼らは人気ですよ。ですからこう皆さん楽しんでいっていただけたらなと思います。はい、ということで、西丹クリニックプレゼンツウェルラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。西丹クリニックプレゼンツウェルラジオ。ちょん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 、西丹クリニックでちょん、もちっとぷるっと白玉お肌へ美容点滴ちょん、肌つや体も若返り美容点滴ちょん、食べるの大好き太るの嫌だダイエット注射ちょん、美と健康を目指すなら西丹クリニック、そう、つまり西丹クリニックでちょんって知りないよ。西丹タン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 、西丹タンタンちょん、西丹タン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 、西丹タンタンちょん、綺麗な私になるために美容点滴ちょん、つまり西丹クリニックでちょんって知りないよ、ちょんって知りないよ。先頭者でしょ、静かにしてください。何じゃなくて、なんか鳴ってんの。そうそうそう。あの、そう、イヤホンあなた方が拒否するからそうなるの。いや、言うないから。いや、あるよ。あるけど、いらないって言うから。ジングルが鳴ってた。はい、そういうとこあるんだね。あります。はい、四千頭身の石橋です。毎回渡辺芸人をゲストに迎えてお送りする西丹クリニックプレゼンツウェルラジオ。今回の渡辺芸人、この方々です。どうも、四千頭身の後藤です。
どうも、リンダグラインフィニティ、デンです。ジョーカー。はい、お願いします。お願いします。やったー。さすがです、センターの2人。初めて台本を持ってこなかった。さすがですね。かっこいいね、やっぱり。台本？いや、まあ一応、やっぱ来てくれた人たち、まあ先輩芸人もいましたけど、みんな一応台本持ってきて、一応流れに沿ってっていう感じだったんですけど、2人はやっぱ、そうね、やっぱ、普段の、その、多分、テレビとかから、そうやってんだろうね。台本に操られない人間だぞっていうのをやってるんだなっていうの。いや、読んだよ。読んだ。頭に入ってるんですか、やっぱり。屋上で燃やしてきたんだ。よくないね。いやないからね。いや、やめてあげて。やらないからだよ。煙突みたいな感じ。お願いしますね、お願いします。仲良しの二人で。そうですね。なんかさ、バシ君、ちょっと手でやってる感ない、うん、あ、さっき言ってたけど、パーソナリティバシ君、うん、いや、そのバシ君ってやめてまだロストミヤコさんじゃないですよね。まだってどういうことですか。まだ違うんですよね。来てるんですか。来てないでしょ。今日来てないでしょ。いや、なんかこの後特別ゲストがって言ってて、まあなんか、そうなの。いや、まあなんか理由来てる。入ってる。まだ入ってないかな。チュランペットじゃないの、特別ゲスト。いや、チュランペットさんこの次に収録なんで、あ、特別ゲスト入ってる。誰、全然僕ら、ま、うん、全く聞いてないです。あ、ほんと。まだわかんない。そう、手でやってた俺、うん、そんなに。あ、なんか、喋りが、バシ君の。ね、そうそう、やってた。バシ君。あなたいつもバシさんって、ね。バシさんの。なんか、嫌だった。いや、嫌だったっていうか、いや、そんなもんじゃない、ラジオなんか。いや、なんか嫌だった。違うんですか、その、あの、違和感というか。いつも、いや、それだって、一人でこう、喋ってるっていう、媒体で喋ってるのが、もともと違和感なわけだから。いや、それよかったけど、うん、そのゲストで来てくれるのは、四千頭身の後藤さんみたいな。それは、一応ゲストは、敬ってですよ。距離を感じて。いや、それ、敬ってるだけですから。緊張しちゃいました。緊張した。人の、なんか、人のラジオ来ちゃったみたいで。そうそう。緊張してたんで。あいつ、今日あいつじゃないんだいや、いつも通りですから、大丈夫、大丈夫。本当？大丈夫。本当ですか。ちょっとじゃあリラックスして。なんかトークライブやってたでしょ、2人で。トークライブやってんの、ね、1時間。あれな、どんなこと話してたの。あれは、あんた逃走中の話。逃走中マジ逃走中の話。逃走中だったよ。出た時の、匠が、これの時はこんな感じだったコツみたいな。あ、出たい。今後、まあ僕、だ最近、なんかメディア僕らも出させてもらってて。呼ばれそう。そうで、そっからなんか、今後出てく番組どうしてったらいいですかねっていうので、まあ一個の例が上がったのが逃走中、うん、俺から言えるのは逃走中のことしかないもっとある逃走中得意だからねどういうアドバイスを。え、だからみんなあの頭のあれとかつけてるでしょ、肘当て。あ、つけてるね、あれ重いからして重いんだ、あれちょっと嫌だね、走りにくいから。あ、なるほど、そうそうみたいな。で、ハンターに詰めるんだ、してないのおかしいでしょ。ああ、フラットじゃないでしょ。ああ、なるほど。それでいける。あ、それでいけるの。ああ。みたいな話。それは盛り上がった。ちゃんと盛り上がってた。わかんないですよ。盛り上がってた。でもね、トーク、2人でトークライブしたのも初めてなんですよ、実は。まあそうか、インスタライブとかではしてたけど、意外と緊張した、やっぱ。いや、話すこと何話すみたいな感じで。そう、直前まで本当に何も決めて。なかったから。そうそうそう。だから盛り下がるとこ盛り下がったよね。あ、盛り下がった。明確に盛り下がった。本当に。何が盛り下がっちゃった？何の話してるとき？なんか二人ともあの徐々に語尾ちっちゃくなっててなんか。そうそうそう。そしたらお客さんの気もなんかつまんない。それはそうだね。断層みたいなね。結構波のある。あ、まあ、どっちも声張らないから。まあそうか。静かに喋ってね。なんか良かったよね。まあ、カリスマとしては、はいはい、この番組出ていきたいなみたいなのあるの、逃走中以外で。あウェルラジオもいいの、それウェルラジオも含む。ウェルラジオも含んでいいですか。もちろんもちろん。今年中に出たい番組ありますわ。でも、お、目指してるところは。何どこなの。しゃべくりですね。ああ出そうだな。しゃべくり。ウェルラジオってことベルラジオです。うん、なんどういうことですか。喋くりだもんね。いや、喋くり。だ今前哨戦みたいな。喋くりセブンの前哨戦で。誰も上田さんでしょ。だって。まあ前の週上田さんで。違う。本当がいいね。福田さんでしょ。ちょっとなんで。笑い声がね。あ、そうなんかそんなんで
出たいね。なんか出そう。でも、いっぱい芸能人に今好きって言ってもらってるじゃん。いや、今、でもあったでしょ、4000も。その時期が。そうそう、俺らだってしゃべくりの時それだもんね、最初、多分。天海祐希さんが。天海祐希。天海祐希さんが、好きだみたいな感じで言ってたら、そんな好きそうじゃなかった。みたいなパターンもあるから。みたいなパターンもあるから。それまずいって。まずいよ、適当に答えてるのは芸能人でアンケート。そういうこと？そういう時あるから。いや、結構言ってくれますよ、それこそ。竹内涼真くんとか。いや、でも飽きるだろ、ジョーカーなんて。ああ、なるほど、うん。だって10年後もやってると思う、竹内涼真くんが、ジョーカーって。なるほどね。新しいのも作ろうよ。今ね。今ここで作っちゃう。ああ、だから今はちょっと今、ジョーカーやってるけど。ジョーカー飽きちゃう前に、もう新しい。新しいちょっと考えてほしいな、じゃあ次の。だからこれがでジョーカーできた後の、うん、あ、じゃあもう僕の第2章まで考えてくれてる。考えた、もう。え、考えた考えた考えた。早いね。もう、で、あるの？ある、あるよ。何？え、もういいですか、これ。ジョーカー、これ。あ、横状？横。横状？横状？伝わってると思う。伝わってないんじゃない？同じこと。言ってること一緒だから。言ってること一緒だから。あ、ポーズが。風の切り方ですよ。横だってなんて聞いてるから。縦で言ってるからね。シュッて言うじゃん。ああ、そうかそうか。そうだからこっちは。なってんだ。横ジョーカー。横ジョーカーか。言葉変えたいんだけどな、そしたらな。横ジョーカーで言えばじゃあ。え？横ジョーカー。あ、一回やってみます。うん、え、いい？ラップの最初からやってて。あ、皆さんの調子どうね。フルで。そうね。不得意しそう。あれ、最後までやって、横ジョーカーで。そうね。OK です。どうも、リンダからインフィニティですから。どうも、僕が見ての通りカリスマで、それについてきた信者たちです。お願いします。今日はね、俺が何でも相談乗ってやるから。え、いいんですか？ああ。じゃあ僕いいですか？ああ、どうぞ。人に、なんか、前と変わったよね、みたいな言われるのが、不安で、不安です。なるほど。なんだよ、そんなことか。残酷だけどな。人間ってのは変わっちまきもんなんだよ。社会や環境にも生まれて変わってくんだ。でもね、変化をするんだ。それを踏まえた上で変わらない俺でいてやるよ。へい、皆様調子どう？狂ったことの歯に直しんと、子羊に起こす革命導いてやるぜ、真の学生。天地変動、天地変動、ほら、神羅万象。ちょっと待っちゃった。いや、止めんなよ、最後、ここ。もういけたじゃん、今。天地変動の後なんだっけ。天地変動。いや、もういけたって、今。なんだっけ、天地変動。天地変動。天地変動。こっちがいいんだよね。そうです。そう。天地変動。うん。で、神羅万象最後なんだよな。2個目が出てこない。天地変動。全知全能です。全知全能の。天地変動。天地、オッケー。神羅万象ですね。じゃあ、ラップからいきますか。よろしくお願いします。インフィニティですから、ちょっと。やったって、それ。え、その最初からってこと？うん。だって、いいの？こんな。見てられる？みんな、こんな。大丈夫、大丈夫。石田クリニックさん、あれだから。そっか。手こ入れてくれるよ。あ、まあ、何個やんだ、これ。どうも、僕が見ての通りカリスマで、それについてきた信者たちです。お願いします。今日俺が何でも相談乗ってやるから。え、いいんですか？はい。じゃあちょっと僕がいいですか。どうぞ。なんか最近変わったねって言われるのが不安です。なんだよ、そんなことだ。でてて残酷だけどな、人間つるは変わっちまきもんだよ。社会や環境にも漏れて変わってくんだ。でもな、変化を恐れんな。それを踏まえた上で変わらない俺でいてやるよ。でてて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 。へい、皆様調子どう？狂ったことの歯に直しんと、子羊に起こす革命導いてやるぜ、真の覚醒、カモン。全知全能。イエー。死んだ、ほら。さあ、踊ろうか。横ジョーカー。なんで言うの？すまん。すまん。何やって、何の時間だったこれ。ああ。太鼓だ。太鼓だ。最後の太鼓。いいよ、最後の太鼓。あれ、どういう意味なんだよ。あれ、お前の指示じゃないの？あれ、わかんない。あれ、オリジナルでやってるから。あれ、オリジナル、あそこ自由にしてるから。横ジョーカーいいな。うん、よくないよ。俺が言ってないんだもん、一回。完全にで、横ジョーカー。最後、後藤さんが出てきちゃうじゃん。いつも前から。そう、俺が言ってないんだから、まだ。わかんない。忙しい人だからね。一応ね、アンケート答えていただいてますから、お二人に。アンケートとか来るよね、普通に。来た。ごめんなさいね。
お手数おかけして。いやいやいや、楽しかったよ。いやいやいや、本当好きだから、アンケート。言うぞ、めっちゃ向いてんじゃん、この業界。アンケート好き。あ、でもね、これね、やっぱりね、これ、このウェルラジオで分かったことがあるんですけど、うん、テレビによく出てる人は、うん、アンケートびっしり書いてくれるんですよ。うん、後藤さん、めっちゃびっしり書いてくれてる。あ、本当？電話ちょっと2行と1行だな。あ、やっぱ。舐めてんの？え？それよくない。おみとやってること一緒だよ。こんな、おみと一緒？鶴はびっしり書いてくれたの、やっぱり。電ムービーにしろよ、お前。そうだよ、お前。え、おみムービー？おみ映画で？うん。電ムービー。いや、そう、俺の映画じゃん。俺が主役の映画じゃん。おみ映画、おみ映画はなんか名前っぽいけど、デンムービーは俺のあれ映画じゃん。お前の反省。俺の反省じゃん。デンムービー。デンザムービー。ちょっとね、あの匠がこの際だから石橋に聞きたいことありますかで。俺ね、そうね。あります。聞きたいこと。うん。何？いや、ちょっとあの見せて。忘れちゃった。忘れちゃう。それはあるあるある。書いたから。忘れちゃうじゃん、長く書いたら。あの、うん、知ってるか分かんないけど、今、はい、あのテレ朝の3時の枠で、はい、あの4線更新っていうね、うん、はい、バラバラマン3枠でね、いや、すごいやらせてもらってるんですよ。素晴らしい。うん、どうやらあの、僕が思うに、うん、バシが大変輝いてたと思って、うわ、嬉しい。これは嬉しいね。ロケやってても、うん、本当に笑ったんだけど。ありがたい。だからやりやすそうだったのすごく。うん。いつもあれくらいやってほしいのよ正直ね。なるほどね。うん。でもやっぱりじゃあなんかその四千更新がなぜやりやすかったのか。ああ。他のロケと何が違ったのか。あの時の石橋を引き出すには僕はどうしたらいいの。すごい。え、こんなマジでやってるの。いやいや、やっぱこんなマジ。いや、そのこっちにもやっぱなんか違いがあったのかなと思って。なるほど、スタンス的に。バシがやりやすい時ってやっぱ見ててわかんない。ああ、ほんと。なるほど。今日も収録行ってたんだけど、うん、バシ面白かったよ。ありがとうございます。いや、間違いなく俺が面白かったんだけど。いいよ、全員面白かったで。うん、いや、でもバシ面白かったね。ああ、ありがとうございます。いや、素晴らしい。何が違う、それ俺、なるほどね、バシさん的に何が違う。ああ、なんだろうな。まあ、ヨンコレチン百景の時はさ、あんま好きじゃないの。え、ダメだ。いや、言わないで、そんなこと。ヨンコレチン百景の時は、いや、なんかね、なんかね、忠実な感じがするのね。なんかその、振る舞いというか。まあまあ、何これ、そうね、何これ。なんかちょっとタレントになっちゃってるというか。ああ、なるほど。何これの、なんか、羅列というか。ああ。何これマンじゃん、お前みたいな。これいつまあまあ、趣旨には沿ってるけどね。趣旨には沿ってる人は大事なんだけど。なるほど。でもなんか、硬い感じがするのね。あ、良くないとかじゃないんだけど。はいはいはい。今、だからウェルラジオ状態。そう、ウェルラジオ状態。ウェルラジオオープニングバシ状態。わかりやすい。仲いいな。わかりやすいじゃん。わかりやすいです、ね。いや、そうかな。まあ、四千更新が非常にやりやすかったってのはあるな。いや、それが、うん、何が違ったんだろう。なるほど。確かに。これが知っといたらね。それ知っといたら、ね、そう、俺的にはもうずっとあれでいいから。ああ、まあまあまあ、確かにね。タレントなんかやる必要ないから。そうね。確かに芸人としては。やっぱスタジオにさ、重鎮がいるから。はいはい、これ。まあまあ、ネプチューンさんっていうね。うん、で、手数打てる、別に。あんだけ長いことロケやってたら。うんうん。なるほど。うん。だからね、聞きたい。なるほどね。まあ、何これがね、ちょっと俺、多分苦手なんだろうな。その。なるほどね。そう。単純に。めっちゃむずいのね。ああ、ちょっと行ったことないですな。あ、行ったことないか。ロケですか？ロケロケ。これ、そうね。何これのロケ行ったことないですね。あ、そう。うん。そう、そう。まあ、もちろんめっちゃ面白いんだよ。何これ。不思議なものを見れる、うん。ああ、まあそうっす。それでそう、成立しちゃってんじゃないかなと思って。できないんだよね。なんかうまいこと。四千更新はなんか、ボケたらみんなが突っ込むっていうのができてたから。楽だったというか、素でいられたというか。なるほどね。一回ボケてみる、じゃあ、その何これの時に。あ、何これの時にね。うん、そう、あの時面白かったんだよな。あの、美女と、うん、あの、物件回るっていう。ガールズ不動産ね。ガールズ不動産。不動産ってさ、内見行くじゃん。うん、うん。それの内見で、あの、おっさんとか汚いおっさんとかできる。言い方、まあ、そうね。あれが。不動産で汚いってもう、本末転倒だから。その美女と回れる。え、何それ？デート感覚で、そう、ほんと同棲する家を決めようみたいな時。はぁ。そう、ガールズ不動産っていう、この可愛い女性が20代ぐらいの。あ、でも頭いいかも。そう、来てくれて、そうそうそう、っていう。ちゃんと誰でも行けるわけじゃないの。ちゃんとこの人は大丈夫だろうなっていう、
ちゃんと男性が面接して、うん、本当に家を探すことを目的としてる人が、そこにある。なるほどね。審査ちゃんとある、うん。で、そこの時が俺一番楽しかった。その、匠もボケるし、俺もボケれるっていう、この最高の感じ、うん。いい感じ。その時はいい感じ、まあ、だったと思うんですけど、お父さんだけど。全部カットったけど。全カット、うん、まぁ、あ、ちょっと、匠がちょっとエロすぎたわ。エロすぎた俺エロくて。見た目通りだよ、めっちゃエロそうだよ。男性ホルモン出まくってるもん。今エロそう。すごいよ、今。よくよく見たら。うん、めっちゃエロそうじゃん、今。今やばいよ。確かにな。AV みたいなね。いやいや、珍しい。それエロいとか。AV 見たくなるやつ。匠が AV 見たくなるって。いやいや、何言うと、なんか女の子飲みたいなやつとかならわかるけど、AV 見たいもんねって、めっちゃまっすぐな。めっちゃまっすぐな。なかなかないよ、そんな。なんなんそれ。そんななかなかないけど、いやそうだ、あ、そうね、やっぱり やりやすさっていうのは自由度みたいなことですね。自由度だったな、あれは。それはなんか番組とかその場面によって変わるのならば、うん、こっちはだからあんま変わってないってこと、俺とか都築の。なるほど、スタンス的にね。都築は変わってないんじゃない、意外と。俺が違ったの、ね、匠が変わってんのかもね、意外と。何何、いや、テンションだ、匠も。うんうん、何これの時はやっぱ何これってこう軸をこうやってみる、何これを紹介する、うん、そうよ、 それに向かってるからあれだけど、四千更新って何にもなかったじゃん、台本も何もなかった、ね、だから自由だったから、うん、なるほどね、勝手にテンションも上がってたし、こっちも全員テンションか、俺まあね、意外とね、テンションの上げ方みたいな、まだ分かってないんだよね、分かる、こういう、うん、いいよ、かわいい、お前通行に手振るなよ、エロそうだな、お前エロみたいもんね、エロAV 見たいもんってやつじゃん。AV 見たいもんってやつ。なんか、いやいや、AV 見たいってなんだよ。女の子と飲みに来てなーとか言う、や、言うやつはいっぱいいる。そう、あんまないよ。大丈夫かな、これ捕まんない、これ。警察官。いやいや、全然大丈夫よ。原宿中に今 AV 見たいもんって。いやいや、全然。ギリギリじゃ仕方ないよね。なんだ AV 見たいもんねって。電話なんかある、俺に聞きたいこと。僕でもね、ほとんどね、うん、ちょっと質問かぶってます、俺こと。俺、え、お前も気になる。うん、僕はやっぱカリスマやらしてもらってんじゃないですか。カリスマでね、勝手にやってるよね。うん、やらしてもらってるんですけど。勝手にやってるよね。まあやっぱ石橋さんも最近光り輝いた瞬間ありますかって言うわけ。自分的、今のは後藤さん的な四千更新の石橋さんが輝いてたよってことだったけど。うん、いや、これ最近だったらこの仕事のこれ結構良かったなぁみたいなとか、あー、いや、なんかなっていう、うん、芸人人生の今んとこ天井だな、やっぱ去年の27時間テレビだね。27時間テレビ、いや、あれやばかった。鬼レンチャンで生放送だから、うん、で、中継でしかその声が繋がってないの、千鳥かまいたちさん、はいはいはい、だから俺跳ねてるって気づいてないのよ。あ、そう、あっちの反応わかんないから。あんま分かってない。生か。そう、生で、そう声しか聞こえてないから、スタッフさんの笑い声も、そのスタジオのね、うんうん、聞こえてないし、その生のあれだから、別に見れないから、SNS で、はいはい。跳ねてるって気づいてない状態で、終わって、こう携帯開いたら、すごい数の LINE と、はぁ。と、エゴサーチしたらとんでもない数の評価。俺も言ったもんね。そう、匠からも来てた。お前、おもろかったわって来てて、あ、おもろかったんだってそこで知った。はい、じゃあ、だいぶあったんですよ、ラグが。そう、それで、で、バスで帰ってる時にマネージャーから電話かかってきて、急に。石橋さん今見てますかみたいな。あ、ちょっと見てないですって言ったら、千鳥さんが漫才で石橋さんの足がつらないポテサラをアドリブで入れましたよ。はで、そこでまた人盛り上がりあって、で次の日ノブさんがインスタで、うん、あんなに27時間あったけどなんだかんだ残ってるの足に映らないポテサラってハッシュタグでつけた。すげえ。そうよ、芸人人生の天井、これ今のところ。いや、そのさ、天井はさ、ピンの仕事ってやばいよね。まあまあ確かにね。でも全員聞いたらそうなんじゃない、おのおの、うん、匠ある天井だって。俺らがガールズ不動産天井？天井、マジ全カットが。マジで。エロいだけだからな。天井というか。電話？天井。天井ですか？カリスマやっててずっと天井だと思うけど、そら。僕は、でもね、ガチッとハマったと思ったのは、フリースタイルティーチャーですね。あー、なるほど。はい。ラップのね。ラップのやつなんですけど。はいはい。そうそう。
車とやったやつ、それとも普通に対戦、エキシビションじゃなく、いや、もうなんか通して、僕、半年間、僕だけ、フリースタイルティーチャー含めですけど、うん、あの、芸人が出てた回、何回かあるじゃないですか、うん。僕だけ3回連続呼ばれて、半年間レギュラーだったんですよ。うわ、すごいね。うん、で、裏で、この間、今、日本統一っていう、やってるね。やってるんですけど、ちょっとそれ、見に行かせてもらって、うん、あの楽屋、ね、ジブラさんとか挨拶しに行った時に、うんうん、すごい久しぶりだったんで、お久しぶりですみたいな話してて、昔の話をしてて、うん、ジブラさんが、いやね、なんかね、R して出てきた時と同じ感じしたんだよ。すごい、ね、マジで。R してたらもう今一番、うん、もしかしてお前がブリンバンバン的なものを作り出す可能性もブリンバンバンでいいんじゃない、え、何ですかそれ、どれがやってみて、ブリンバンバンデン、これ何これ、これ来た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 、もう集まってきてる、何が集まってきてる、人が集まってきてる、ブリンバンバンデンだね、全然板つきでいた、ブリンバンバンデン、みんな板つきだったよって、集まってるな、増えてないって、こんないなかったもんな、いたよ、こんぐらい、こんにちは、いいよ今挨拶、いやそれですかね、僕ね、なるほどね、うん、確かにすごいな、いやあれはもう平場でした、僕はあのラップの中身より平場だけ、まあそうかも、カリスマっていうのが一個乗っかってるからより面白いんだろうな、行きまくりましたね、うん、結構もう怒られてもいいやと思って、うん、行きまくよかったね、素晴らしいじゃない、それですね、じゃあちょっとコーナー行きますね、コーナーやってんの、コーナーコーナーありますから行きます、それ絶対行かないとダメなの、それ絶対に行かないといけません。決まりね、え、絶対ですか？絶対です。そんなことない。そんなことないでしょ。ウェブラジオなんで、これだけやらせてください。何ですか？何ですか？渡辺ニュースピックス。合ってるそれ。はい。我々が所属する渡辺エンターテイメント。数多くの芸人が所属してますが、このコーナーではそんな渡辺芸人に関するニュースを紹介していきます。なるほどね。一応2人に聞きたいんですよ。何かありますかということを。渡辺芸人について、なんかニュース。ちっちゃいのでもいいんです、なるほどね、最近俺マジで伏見住吉少年としか遊んでないから、ああなるほど、ロン毛のね2人組ね、でも知ってる、あいつら今、うん、CM やってんの、あそうなん、コカ・コーラの、おお、あのコカ・コーラっていうのイロハス、うんうん、コカ・コーラのイロハス、うんうん、もうなんか今あの森のキャラクターみたいなのイロハスって、はいはいはい、でウェブの CM で調べて出てくるんだけど、うん、その妖精2人がの声が不審2人、だいぶじゃ大役じゃない、で2人しゃべりみたいな声なんだ、見た目やばいのに、見た目やばいから声だけで見た目が NG なんだ、色発的に、でなんか合ってんのよすごく、意外とそうか、ちょっと見てみよう、それをだからみんな見てほしくて、ね、あの告知したの、うん、なんかいい声だなみたいな感じで、うんうん、それを引用して YouTube 載っけて、うんうん、じゃあやっぱ何人か間違ってて、そんな突然告知するもんだから、うん、後藤さんこんな声出るんですねみたいな、ああそうなんだ、そういう感じが起きるわな、あれマジ違う、伏見でも出てんだ、伏見がそれやってるよっていうニュースは俺伝えたいなっていう、なるほどね、結構もっと大々的に なってもいいんだけど、それで結構マウント取ってくるんだね、伏見、マウント取れんのそれ、僕はコカ・コーラやってますねんけどみたいなやってますねんけどそうなんだ、見てみようかな、電あります、僕はなんだろうな、すごいだろ絡みが渡辺の、そうでしょ、いっぱい絡んでるでしょ、いや確かに、あの僕初めてこの間あの後輩たちに、うん、あの誕生日会を開いてもらう、うわいましたね、マジで、うん、それこそ伏見もいましたよ、俺もう多分俺のことの方をだいぶ慕ってる感じでしたよね、伏見、あれ匠よりデンの方が、うーんみたいな、そういうムーブ入った、ちょっとそういうムーブ感じましたね、どんなことさしてくれたの、誕生日会で伏見とかは14人ぐらい集まったんですけど、いたんですけど、僕が行ったらびっくりして、カリスマ、ね、14人、うん、すごいな、一人一人俺の好きなところを壇上に立って一人1分ぐらいずっと喋って、うん、それをじゃあぐり回して僕がありがとうなーって言うのが1時間半続く最悪の回だ、お前が集めたつまんなさい、14人集めたの、俺じゃないよ、俺で集めてない、邪魔そうだつまんなさい回だ
後輩14人も集めた。いや最高だったな。それ主催は誰の主催、ね、それは、西村、ナチョスの西村。いや、ナチョスの西村から俺何にももらってないのよ、誕生日。あら。あら。お前も、えバーガー。あら。それはよくないよ。あげるとか、誕生日会しますって言うだけだよな、お前とかって結局。うわぁ。いやいやいや、それはマジで。いやのもらってないよ。違う違う。2年前ぐらいのボロボロのゴーイングメリーゴーだけいいね。ボロボロはおかしいけど、ね。ボロボロになっちゃう。ボロボロはおかしいけど、まぁ、あ、ちょっと今動いてますから。嘘つくな。はい。嘘つくな。すいません、嘘です。嘘じゃん。嘘は気にするよ。分かった、分かったっすよ。わしもくれてないからね、お前誕生日プレゼント。え？すみません。嘘でやばいよ。お前解散しようと思ってる今。え、誕生日1個で、うん、どうすんの？で誕生日だもん。まあまあまあ、まあ、誕生日ね大事だけど。でまだ俺受け取るからねマジで。あまだ。こそっとでいいもん。あなるほど。なるほど、いやわかりました。プレステ5。プレステ5をこそっと。指名？うん、プレステ5ちょうだい。あじゃあ2人で。あいいよ。2人で俺プレステ5届けに来てうちまで。全然郵送ダメだ。ありえないぐらい遠いんだから。行けないんだから天竺かと思ったの。後藤さん家行くの。山登ってな。山登って天竺行ってんのかなと思って目指して、うん。遠すぎてねちょっと。そんなとこやけどな。電車で帰れますか。びっくりしたよ。ちょっと寂しいんですがここでお二人とお別れの時間。もう早いですね。そんな感じでやってんの。すいません。いいんじゃない今日チュランペット別に。いえ、チュランペットも今呼んでね。みんなでやっちゃえばいいな。いえ、みんなでやらない。ちょっとこの後も特別ゲストが来ますから。なんかそうなんか最後お二人告知ありますかそれぞれ。何でもテレビ出演のあれでもいいですし。あ、私、そんなさ、だって何なのその俺に言ってくる感じ。いや、手でやるのよ。いや、じゃそれ、それなっちゃうみたいな。いや、だから、匠の方見て、いや、だから、匠の方見てなかったじゃん。ベンの方見てたじゃん。いや、お二人って言ってたからでも。いや、お二人って言ってた。じゃあ、見た方がいいじゃん。なんだよ、あんなさ、あんな楽しかったらこんなことになるんだよ。だから、日曜に我々あれですね。何ですか？あの、何これのオンエアがありますね。あ、オンエアあるんですか？はい、ありました。なるほどね。で、デン僕は、毎週月曜日に、あの7時5分からですね、うん、あのおはさの、すごいよね、はい、コーナーをレギュラーコーナーいただいてました。うわすごいね。それをちょっとレギュラー出てますんで皆さんぜひ見てください。それはわかんないっしょ。そのマジすごい、ね、いやありがたいです。そんなもんですか。そうですね。とりあえずあと今日はあの収録行ったんだけど、はい、それああそれ、うん、6月ですね、うん、1ヶ月後ぐらいですかね多分これだっていうのも分かる。来月あ、俺もでも4日前ぐらいに行ったやつが。え、マジ重かった。これマジ重い。うん。俺かました俺も。うわ。俺ちょっとね、見てほしい2番組あります。2番組 ?6 月ちょっとオンエアなんですけど。おぉ、これは多分ね、俺正直言っていいですか、うん、俺多分売れちゃうと思う。うわうわやったね。うん。俺も。また。再びマジ再び売れる。さらに。うん。すごい、ね、これちょっと楽しみ。それ6月 ?6 月。あ、じゃあちょっと6月をこの2人の見てほしいな。確かに。もう6月だわ。まあね、もう6月だね。うん、確かに。6月、これ、渡辺オーラの決勝もありますよ。決勝もあんだ。いや、勝つっしょ。ちょ、見て。どこ？我々その位置あれ ?B ブロックで。あれ？リンダコロインフィニティが。どうした？すいません、ちょっとね、普通にあの、仕事の ご都合で、どうしても。外せないと。外せないっていうかっこいいことになってしまって。うわ、もう優勝予想みたいなのしてんの？優勝予想。だから僕、全くもうそうなった部外者だから。あ、確かに。で、やっていいじゃん。誰が優勝しそう？ガチの優勝しそうですか？うん。まあね、いっぱいいますからね。リアルでいいんですか？リアルでいいよ。リアルで。Gパンパンダ。リアルだねリアルだろとG パンついに G パンどこだね。その一のEグループですね、うん、はい、うん、ということでちょっとゲスト後藤くんとデンでした。ありがとうございました。もう終わり。西タンクリニックプレゼンツウェルラジオ
ちょん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 、ニシタンクリニックでちょん。渋谷銀座新宿にニシタンクリニック、そうつまりニシタンクリニックで美容手的ちょん。誰でも全国どっからでもオンライン診療、そうつまりスマホがあればできる LINE 登録ちょん。 お子様恋人友人みんなでニシタンクリニック、そうつまりニシタンクリニックへみんなでレッツゴー。ニシタン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 、ニシタンタンタンちょん。ニシタン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 、ニシタンタンタンちょん。綺麗な私になるために美容点滴ちょん。つまりニシタンクリニックでちょんってしないよ、ちょんってしないよ。石橋です。さてここで特別ゲストを来てくださってます。説明が足りないよお前。はい、じゃあ、5月27日にサードシングル遅刻を配信リリースするロッソビアンコさんから、ロッソさんとビアンコさんです。お願いします。お願いします。お願いします。あ、それぞれなんか自己紹介とかないんでしたっけ。別にない、全部言ったじゃん。だって、あ、すみません、すみません、ありがとうございます。バシ君だ。あ、ありがとうございます。ビアンコさんお久しぶりで。バシ君だ。失礼だろ。お久しぶり。二人、半年ぶりぐらいですかね。12月にお会いしましたね。ちょっとライブでね。だよね。半時以来だよね。はい、あ、そうです。僕、リナピッピと。ね、歌ってくれて。はい、ロンリーちゃんもある。あれ、よかったね。あ、本当ですか。ありがとうございます。半年ぐらいで。元気にしてます。あ、ちょっと、ビリビリ。ちょっと、あんまビリビリ、ビリビリ。あんまそんな合わない。しっくり来なくて。しっくり来ないので外してきてください。しっとり。合わない。しっくり来ない。しっとりは来てんだけど。しっとり来てんの。なんでちょっと洋菓子か。洋菓子か。ちょっと、お二人ちょっとお元気でしたか。大丈夫ですか。すごいよね。人すごい。皆さん、ね、こう、ロッソビアンコさんが来るって言ったからこう来てくださったんです。あ、ガチ？ガチだよ。ほら。見ない顔だね。そう、急にね、来て。見ない顔だね。見ない、そんな見ない顔ですか。なんかイベントとかやってなかったんでしたっけ。プチョって言ったらさ、変座って何。いや、それはどうですか、そのお決まりのがあるんでしたら。これさ、ガラス窓さ、突き破ってさ、声聞かしてよ。けんのかな。行ってみてください。プーチョー、マジ冷めてんじゃん。外なんで。やばすぎんじゃん。そう、それはもう原宿の外ですから。こんな上なことあるのか、そう、すいません。誰も何も言ってなかったよ。いや、ホームですよ。ビアンコさんじゃない。あ、確かにビアンコさん人気か。俺だね、行くよ。プーチョー、何してんの。いや、だからちょっと外なんで、ね、ないじゃん。外なんで。誰も何もじゃん。皆さん恥ずかしいのかな。恥ずかしいんだ。ちょっとお二人の年表を振り返っていきたいと思います。あんだ、用意してくれてんだ。はい、デビューは2021年、もう3年前ですね。そうだ。8月四千頭身フェスの鳥として初登場していただきました。それメジャーデビューってことになるのか。メジャーデビューは一応11月になってますね。メジャーデビューしてんだ俺たちって。そうよ。そうですね、ファーストシングル日陰が11月、はい、で翌年2022年2月にセカンドシングルの空想2022年の2月ですね、に空想。そこからちょっと空きましたね。この2年と3ヶ月ぶりに、遅刻がサードシングルとして発売すると。ごめんなさい、ちょっと遅れちゃった。遅れちゃってね。どうだったんですか、この制作っていうのは。どんな感じだったんですか。制作はあれ、これどうしてんだっけ。これは、うん、後藤くんとデン君が書いてる。どうする、どっちでもいい。そんな固まってないの。どっちこれ作詞はロストビアンコさんがされたんですね。そう書いてるわ。そう書いた。あ、そうか。そうそう、いや全部載ってます。ひょいやーひょー、今のね、ごまかせないですひょーそう、俺らが書いてない。そうひょー、そうだ、ロストビアンコさんで今回は2人で書いたね。うん、もう今回はがっつり2人とももうラップでやってみようみたいな。そうか、日陰の時はね、そうです、僕がビアンコさん割とサビを歌ったり、サビとかもやってたんだけど、ちょっとがっつり歌おうよ。なるほど。ラップしようよみたいな。いい。どういった歌詞になってるんですか、この遅刻は。ね、どう感じんの。あ、すいません、ちょっとまだ聞いたことがなくて、どういった感じなのかなっていう。すいません。うん、思ってる。その、いや、もちろん聞きたいと思って。いや、聞きたいと思ってますよ。どう、遅刻、やっぱこれ日陰とか空想ってそれぞれやっぱメッセージがあったじゃないですか。日陰だったらこう、陰キャラと言いますか、そういう日の当たらない人たちへのメッセージソングとかだったんですけど、遅刻はどういうメッセージソングになってるのかなっていう。で、遅刻した人に聞いてほしいんだけど、別に背中を押す曲ではない。お前マジやばいよって
そうそうそう、焦れよっていう、うん、急げっていう、遅刻してる時に聞いて、うん、もう終わりだよってどんどん追い込む、うん、そんな結構攻撃的な感じだったんですか。うん、そうだよ、そういう人に聞いてほしい。なんか一応そのアンケート答えていただきまして、うん、ビアンコさんなんですけど、これ遅刻にちなんだ話教えてくださいって書いてあったんですけど、うんうん、なんかありましたこれ。遅刻のリリックを、はい、2人でね、下北沢の、はいはい、あのカラカンでね、がっつりね、その こもって、でも、もうその日でかけたんですよね。その日遅刻に関しては、もうその日、何時間ぐらいかけて。あっという間だ。結構でも、8時間ぐらい。そうそう。うわ、カラカン、あれ、マジフリータイムでよかったよ。マジフリータイムでよかった。確かに延長延長だった、うん。2時間以上だったらフリータイムがお得だったから。そうそう、うん、そうですね。2時間以上かかるかなと思ってね。まあ、そうそうそう。フリータイムで。大体そうです。あれ、フリータイムで本当かワンドリンク制でね。うん、そうそう、少ないんで、もう少ないんで。いや、大体そうですよ。で、8時間。うん、やって、で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 、次の日、遅刻した俺。壮大な振り。おい、ちょ待てよだよ。マジで。あら、やっちゃった、キムタク。ちょ待てよだよ。おい、ちょ待てよだ。ああ、それやっちゃったんだよ、ね。なんで遅刻しちゃったんすか、それ。寝坊。うん。普通に寝坊。寝坊。ちょっと良くないっすよ、ビアンコさん、それ寝坊は。いやー、遅刻作ってて遅刻はねえだろう。自分で思うよね。ねみたいな、ね。よくないですよ、それは。何分ぐらい遅刻しちゃったんですか、それは。1時間。1時間。ドラマ1本見れるだろう。ね。うんね。みたいなね。みたいなね。それだと、ロストさんは遅刻したことあります？なんか。俺は基本的にはないけど。はいうん、ないね。今思い出してるけど、うん、あの時もあの時もあの時も間に合ってるから、ないね。ないんだ、すごいっすね、それ。まあだからもう、俺は本当に15分後行動を心がけてるから。15分後行動？そうだよ、そうそう、そうだよ、そうだよ、そうだよ。ちょっと多いっす。そうだよが多いと、ちょっとムカつかれちゃうと思うんだよ、相手にはあんまり。15分後行動、だいたい10分前行動、15分前行動って言うんですけど、うん、15分後行動っていうのはどういうことですか。それ間違えて覚えてた。ああ、間違えてた。15分前か。そっちなんだ、世間は。え、あ、それはビアンコさんも共通で間違えてるんですか。そう、15分後行動。それどういった意味だと思ってたんですか、15分後行動は。15分後に来てねっていう、うん、あのなんかフェイクかまし。あ、7時に来てねって言われてたら、うん、7時15分に来てねって言われて、それには間に合う。そうです。ああ、すごい。でもまあ、7時15分に来てねって言われてるから、7時には来れてるってことですか。うん、どういうこと。いや、こっちが聞きたいです。15分後行動がちょっとよく分かってなくて。プラスチックなんで。プラ。ちょっと、お二人にメールが来てます。うん、誰から。ラジオネーム、鬼のハンカチ。鬼のメアド教えた？メアド教えた？俺メアド教えてないな。なんでメアド何してた？俺、うん、俺はガテン系。あーすごい、さすがですね、おじさんは。ガテン系でやってるんだ。あ、そうなんだ、すごいな。ガテン系マジで。ちょっと、ね、はい、メール来てます。来てる、来て、鬼のハンカチさんです。ロソビアンコのお二人も質問です。どうした、ありがとう。今、バイトは何をやっていますか。ああ、昔ファミマだったり。そうそう。二人で、うん。いや、そう、昼勤と夜勤で。そうそう。で、あ、出会いがそこだから、俺ら。そうそうそう。あ、その、かがやさんみたいな感じなんですか。なんかよく言われる。あ、そうそう、よく知らないんだけど。うん、知らないんだけど。あ、知らないですか。かがやさんそうなんですよ。あ、そうなんだ。で、そう、昼夜で。らしいね。そう、そうなんですよ。もっと同じで。全く一緒。で、今はやられてない。今やってるよ。今やってる。うん、何やってるんですか。それも二人一緒でやってる。え、そこのファミリーマート。そうだよ、うん。で、え、それも今休憩中。休憩中に来てくれてるんですか、うん、俺この後だから、そのまま入らなきゃいけないから。何時まで。あさってかな、あさってまで。
48時間ぐらいやる。すごいね、気持ちが。そうそうそう、すごい働きました。じゃあ売れてないってことなんですか？売れてないよ、聞かないでしょ、マジで。そこは腹割ってんすよ。流れてないし。なくね。まあ確かにあんまり聞かないかもしれない。どうしてんの？いやまあ確かに売れてたら、確かにもうね、それこそ渋谷とかで流れてる。流れてるはずだからね。確かに、イベントとかもっとやっていけばなんかありそうですけどね。イベントやりたいよね。イベントやりたい、イベントやりたい。ね、タワレコでイベントとかね。ああ、そんなや。やるよね。やりたいよね。やれないですか？やらない。やらないよね。やれないよな。うん、やらないね。来たら考えるけど。まあ来たらやるぐらいな。だからその遅刻はだから結局、まあ、遅刻してる人に聞いてほしいという作品になってるんですね。聞いてほしいのはみんなだよ、そんな。もちろんね。もちろんね。でもみんな一度は経験してるはずなんですよ、遅刻って。まあそうですね。そうだ、そうだから、そういう人にあの聞いてほしいなっていう、みんなが共感できる、うん、なるほど、ね、そうですね。意外とこのライブシーンでも盛り上がる一曲っていう情報があるんですけど、結構アップテンポで。アップテンポこれね、結構いいと思う。ライブ向きの歌じゃない。へ、ライブ向きの盛り上がる、うん、盛り上がる、いいっすね。結構盛り上がる、みんなで一緒に、盛り上がれる、簡単なやつだから。全然まとまってない。簡単なやつであり、うん、あ、うん、あ、ありだから遅刻、はい、それ聞いてるときに、あの時の遅刻を笑い飛ばすことができるならば、はい、俺はそれなりに生きて心地がいい。ね、そう、まとまってるね。まとめた。まとまってなかった。まとまってるね。ちょっと衣装が、今回、鈴木氏が、四千頭身の鈴木くんが衣装を手掛けたと。うん、そう、広木鈴木が。おお、あのブランドで。ね、あの、スタイリストで、もうライブもそうだったり、うん、なんか、今回のアーティスト写真。おお、アーシャってやつ。うん、もう、あの広木続き監修でやってもらったりしてね、マジでスタイリストだったよね、あの時。マジでスタイリスト、なんかそのさ、あのいっぱいハンガーかかるやつ、そうそう、 あ、はいはい、あれカーって持ってきて、うん、なんかでっかいカバンにどんどんかけて、うん、で、あのなんか手持ちのなんか蒸気のアイロンみたいな、そうそうそう、あれ取り出して、これどうやって使うんだって言ってた。ダセー。あれおもれーよ。そこだけダサいんだ。形だけ。形だけもうね。形が入ってる。なるほど。どうやって使うの、うん。わかるだろ、なんとなく。上下ですよね。そうだったんですね、うん。はい、ということで、ちょっとロストビアンコさん、ここでお別れの時間となってしまいました。じゃ休憩時間なんですもんね、今ね。急いで、本当に。急いでね。なんだよ。ちょっと、皆さんなんか観覧の方にも、あのこれを聞いてる皆さんになんか一言あれば、お願いします。みんなに。はい。その何の、もうさよならのやつ。まあさよならですし、まあこの遅刻のことでも何でもいいですし、うん、なんか一言ずついただければなと。あ、なるほどね。はい。一生懸命作りました。また聞いてください。遅刻お願いします。誰にも刺せる歌詞になってると思いますんで、みんなで聞いてもらいたいなと思います。声ちっちゃい。お願いします。リスン。リスン。声ちっちゃいです。はい、ということで、じゃあ最後、ちょっと曲紹介していただければと思います。曲紹介して歌えばいいの？あ、歌わなくて大丈夫です。流すんで。ああ。歌う？あ、歌わなくて大丈夫です。DJ いいの？あ、いないです。あの、曲紹介していただければ、この、もう流れる。彼は DJ？ 彼 DJ じゃないです。彼 DJ じゃないです。ただ、彼 DJ じゃない？いや、違います。ゲスパです。ゲスパってあの、ゲスパってことです。ゲスパじゃないでしょ、最近。DJ ゲスパ。お前来る、来い来い、喋れ喋れ。あ、ダメです、ちょっとやめてあげて、やめてあげて、いじめないであげてください。ちょっとあの曲紹介、曲紹介言ってください。って声聞いたって言ったら終わりでしょ。言ったら終わりです、ね、言ったら終わっちゃうって言ったら終わっちゃうんだよ、言わないよ。ロストビアンコで遅刻。異国の地で光る星、帰国の日は先延ばし、雲上の思想、群青のピーポー、なんでもいいよ、みんなのヒーロー、心サンゼルス、美女とランデブー、虹かかってるとこ、また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 勝ってる、夢から覚めたか、おはようさん、焦らず見てみな今の時間、寝すぎちゃったねこれはいかん、通知がたくさんみんないかん、君の願いは夢であれ、残念これは現実だぜ、今日に限って引きたい風、反省坊主いきなりハゲ、空気壊したゲス冗談、さらされちまった決断が、俺だけできない鉄棒が、それ以上ない絶望感、時刻以上希少な日常、違
言い訳しよう今日異常気象適温気候失った希望そんな時も美味しいよ見ろまた電話聞こえおいちょっと急げいやまだ認めん今日めっちゃ人へはぁ息を吐き覚悟決めたバーッと脱に準備してさだ走って改札見えたあー定期が家だ遅刻地獄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 遅刻起こしてよママ遅刻地獄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 遅刻許してよパパ地獄地獄急ぐしそう決まりと間に合うのかなひどく祈る異常疲労しまむき量キモスキモスアットバス乗り遅れ登場バス乗り遅れ君に登場お口に合うならこの曲お送りしてきました西丹クリニックプレゼンツベルラジオそろそろお別れのお時間ですこの番組は Spotify Apple Podcast Amazon MusicYouTube で配信しています。お好きな方法でお聞きください。ここで渡辺エンターテインメントからのお知らせです。毎月第3土曜日、丸の内丸ビルホールにて渡辺事務所ライブ、ウェルネクスト、ウェル企画ライブの3公演を行っています。次回の事務所ライブは、渡辺お笑いナンバーワン決定戦2024決勝を、あ、ちょっとお知らせ中なんだろう。お知らせ中なので、すみません。お二人、ちょっとすみません。次回の事務所ライブ、渡辺お笑いナンバーワン決定戦2024決勝をお送りします。詳細は渡辺エンターテインメントで。豆で。そしたらあるんだ。一番これ何か。お知らせ中なのでどうぞ詳細渡辺エンターテインメント個人にしていただければそっちでやってくれて、はい、すいません、渡辺エンターテインメントのホームページをご覧ください YouTube でお次の方はこの動画の概要欄をチェックしてみてくださいすいませんね、お二人ちょっとエンディングまでお付き合いいただくということですいません、わざわざ嬉しいよね、バシ君バシ君嬉しいよね ありがとうございます俺ね、四等さんだと実はね、バシ君推しなんです嬉しい、うん、どこら辺そんな推してくれてるんですか俺あのね、顔イケメンだよ、嬉しい顔が好きだねみんなビアンコさんに言っていただけるなんて俺もだよ、バシ君が一番バシ君あ、ほんと、うん、どんなところが清潔感いいよね。よかった。いいよね。その2個でちょっとやらせて。半端ない清潔感。ありがとうじゃない。めっちゃいいよね。曲中にイヤホンとかつけてくれてるんですよ。嬉しいね。聞いてくれてたの、バシ君。いや、ちょっと僕も初めて聞いたんだよ。4000ミルクのさ、ゲストゾーンの時すぐ外せ。言うなよ、そんな。え、バシ君。言うなって、そんな。そうなんだ。言うな、外してる。外してない。チェックしてんだ。違う違う違う。ノストチェックしてんだ。外しても聞こえるから、外しても聞こえるから、外してるだけです。嬉しいね。俺らの曲は聞いてくれんだ。嬉しいよ。嬉しい。言うなって、そんなもん。助かるよ。これまだ1本はやるんでしょう。もうじゃ収録はあるみたいな。大変だな。次回のゲスト決まり次第 SNS でお知らせします。サムネの顔がいいね。いいな。バシ君。バシ君。ありがとうございます。どこ見てんのあれ。確かにね。どこ見てるんですかね。あれは、ね。綺麗な。あれが。次回ぜひお聞きください。ここまでのお相手は四千頭身の石橋と、ロッソビアンコでした。あらした。あらした。だらした。ありました。アフタートークみたいなのあるの。ないです。